さあここで紹介するのはネクサスゴアテックスストレッチレインスーツリミテッドプロです。見た感じどうですか。白くて綺麗ですよね。竿に合わせたりライフジャケットと合わせながらこの白が磯で流行ると思います。このリミテッドプロストレッチレインスーツは立体パターン、見た感じでもこの少しすでにもう形になってますね。これは畳みにくいけど着やすい、要するに着た状態を考慮してのこういった形になっています。そしてとても動きやすいのでストレッチが効いていると。ちょっと着てみましょうね。フィッシングショー今回は手に取って物を見ることができないので、なるべく皆さんにどんな感じかよくわかるように伝えていきたいと思います。それでは、なんか袖通した時にこの内側がすごい気持ちがいい素材になってる。3層のゴアテックス、内部をニットでやってるからですね、気持ちがいい。でこのゴアテックス素材、ストレッチなのでとても動きやすい。結構磯釣りなんかでも大物釣りに比べると中小物釣りの方がいろんな作業、細かい動きをよくします。ですから動きやすい。餌を撒くとき、仕掛けを投げるとき、魚がかかる、合わせるタイミングや回数も圧倒的に多いので、すごく動きやすい、こういったレインスーツがいいです。そして釣りをやっていると磯釣り、特に竿が長い、そして仕掛けの操作、道糸をコントロールしたり浮きを流していく、流れから浮きが外れないように、そんな操作をするときに竿を持った手は高いところに、また斜めに左右に動かします。竿を伝わって雨水や海水が袖口に入ってきますが、そこをしっかりと防水、水を止めるためには内側のこの袖口、ここをしっかり止め、そして外側からも止めることによって浸水がめっきりと減ります。だから気持ちいい状態で一日磯釣りができます。もちろん足元にも二重構造、磯靴の上から内側の口を止め、外側をかぶして止める、こうすることによって磯靴、足元の浸水も防ぎます。とても気持ちいい状態で一日釣りができますね。ストレッチレインスーツリミテッドプロ、とても動きやすいんですが、このレインスーツだけではなく、こういったライフジャケット、動きやすいライフジャケットに合わせるとより磯での動きは活発に、そして自由になります。行ってみましょうね。とにかく動きます。右へ左へ上下、いろんな位置を移動しながら釣りやすいところに移動して大きい魚を釣っていく、磯釣りを楽しんでいくんですが、そこで大事なのは自分の動き。さあ今このレインスーツとライフジャケット合わせてきました。どこが違うのか、全ての動きです。釣りをしている時もそうなんですが、まず磯ということを考えると、磯は凸凹凹凸があります。そしてそこには波が不定期に上がってくるので、いつ波から逃げるか、また魚がかかってから安全な場所で魚をやり取りする、取り込む、こういった時にパッと動いていく、そんな動きをすごくスムーズにするためには、いろんなストレッチやこういったライフジャケットの後ろが、肩がだいぶね何もないんで動きやすいです。さらにこういった釣り具、その小物をこういうポケットの中に入れてバッグに行って道具を取っ換える、そういうことをしなくてもポケットの中で必要なものを準備してその場で付け替えて釣りを継続する。このポケットの中にもね分割されています。
着脱式の分割ポケット、そしてチャックのある場所がとても便利なところにハリスを入れたりハサミを入れたり浮きを入れたり、さらにこのレインスーツのポケット、ライフジャケットを着てますから下に通常の位置にポケットがあっても使いにくい、この横見てください、こういったところまで配慮があります。合わせてフラッグシップレインスーツとライフジャケット、これで安全にそして確実に急いでかけた貴重なチャンスをものにしてください。でレインスーツを着た時に下に着た中着が少し多めの場合はこのライフジャケットを少し大きくするために一発で簡単ボアフィットシステム、このボタンを引っ張ることによって解除、自分のちょうどいい場所で締める、これで自分のちょうどいい位置を探して簡単にね調整できます。左右両方についています。押して締める、引いて解除、押して締める。さあレインスーツとライフジャケット、ただし磯で一番大事なのは足元です。しっかりと磯を足の裏で感じながら滑らず転ばず安全に釣りをするためにはこういった磯靴必要です。磯靴のフラッグシップ、これもボアフィットシステム、このボタンで自分の足に合わせて履き心地のいいところで調整しながら履いてみましょうね。これ前なかったですからね、これを外してボアを解除締めます。外しボアを解除、すごいフィット感。